はいどうもこんにちは、グッドカーライフのゼミッタです。ということで今回は商品改良を行ったスバルソルテラ、こちらの内外装を詳しくチェックしたいと思います。スバル初のグローバルバッテリー EV ソルテラ、昨年5月にはソフトウェアアップデートを実施、そして今回先進安全機能の拡充やハード面の変更など様々行われていますので、内外装を詳細にチェックしていきましょう。というわけでお借りしたのは AWD の ETHS、 車両金額は715万円、ボディカラーはハーバーミストグレー、メーカーオプションはルーフレール、パノラマムーンルーフ、ソーラールーフを設定。今回は太陽光発電を行うソーラールーフを装着しています。はい、ということで今回は商品改良されましたスバルソルテラ、こちらの内外装を見ていきましょう。というわけでこちらは昨年の10月に改良された最新バージョンです。ボディカラーはハーバーミストブルーパールのモノトーンです。これ2トンもあるんですけども、今回は一色の個体になってます。というわけでフロントマスクこんな感じにまとまってます。まあスバルといえばヘキサゴングリルです。この黒縁の部分でちょうどグリルとして存在してまして、スバルらしさ全開です。さらにバッテリー EV モデルですから、開口部は下の部分だけで、この辺も電気乗車らしい感じになってるかと思います。結構ね、奇妙な顔つきはしてるんですけども、でも個人的にはなんか未来的でいいかなと思います。さあヘッドライトの点灯状態を見ていきます。前方フル LED になってまして、フォグライト含めて LED です。そしてスバルといえば C シェイプがあります。この形がアイコニックですけども、これがデイライト、そしてポジショニングランプ、まあ、あとこっちに入ってますこのターンシグナル、これも兼ね備えてまして機能的です。でメインのユニットはロービーム3灯、ハイビームが1灯となってまして、確かこれがハイビームユニットです。でソルテラ嬉しいのはアダプティブハイビームシステム、これが全車標準装備です。なので夜間走っててハイビームアシストが働くわけですけども、対向車とか先行車がいる部分はローに落とします。ただそれ以外の真っ暗な部分はハイビームで照射しますので、よりこう夜間安全に走れる、そういったギミックが仕込んであります。お次はサイドに回って、ボディサイズは全長 4690mm、 全幅 1860mm、 そして全高が 1650mm となってます。ライバルというか、このサイズのバッテリー EV モデルというとアリアがいます。だいたい似たサイズですね。いや若干 BJ ホイックスとかソルテラの方が大きいですけども、まあほとんど同じです。ただソルテラのいいところを挙げておくと、最低地上高が 210mm です。まあ、このあたりは走破性を謳うスバルらしいポイントかなと思いますけども、しっかりと SUV してるっていうね、それはバッテリー EV モデルでも共通かと思います。ちなみに充電ポート右側は普通充電です。これ満充電まで約12時間です。そして左側には急速充電、もう私は自宅充電しませんので急速でずっと運用してますけども、これが 150kW の出力まで対応してまして、 80% まで40分ほどで充電できるという形になってます。さあタイヤ&ホイール見ていきましょう。今回はですね、スタッドレスタイヤを装着してくださってます。これは横浜のアイスガード IG70 かな、最新のものを履いてまして、実際にボード行くのに連れて行って助かりました。結構グリップします。でそれよりも注目したいのはホイールです。これ実は一つ下の SS っていうグレードがありまして、それ18インチですけども、こっちは20インチです。このように切削部分と、あとはグレーメタリックのコンビネーションで、部分的にこういう樹脂のアクセントも入っている、結構インパクトのあるアルミホイールが備わってます。これかっこいいですよね。ではリアのスタイルを見ていきます。後ろもですね、 BG4X と違う点がありまして、例えばリアコンビネーションランプ付近のこの辺りデザインがフィニッシャー含めて変わってまして、ソルテラらしいこの C シェイプが入っていたりします。で個人的には後ろの印象も結構かっこいいかなと思うんですけども、やっぱ印象として際立ってるのはリアスポイラーです。この形状を見てください。これジャパンモビリティショーでトヨタブース取材した時も、こういったデザインをしている
バッテリー EV モデルありまして、なんか近い雰囲気はあったんですけども、実車でこれがもう備わってるっていうね、まあ、もちろん空力性能を高めるためのパーツだと思いますけども、このガラスの傾斜と合わせて、しかもある意味こう2段スポイラーみたいになってまして、これがねデザイン的にかっこいいなと思うポイントです。でもちろんこの辺もダックテールになってますけども、これも空力を意識してですね、この辺で渦を発生させないためにこういったデザインになってるそうです。ではリアのテールライトの質感です。後ろもですね、嬉しいことにフル LED となってます。今ストップとバックランプはついてませんけども、ポジション、ウインカー、リアフォグ、これは全部点灯させています。何度も言うようにスバルといえば C シェイプですから、それがこの辺りにデザインとして入ってまして、ちゃんとこうスバルらしい衣装になってます。でここがウインカーで、右サイドのみこうリアホグが備わってまして、これもちゃんと LED になってます。こういうなんか加色もすごくアイコニックです。そしてもちろんナンバー灯も LED になってまして、これは左右一灯式になっていました。続いてはスバルソルテラのインテリア、前席周りからチェックしていきましょう。まずドアトリムです。この辺りはちょっと固めのソフトパッドで、ここは柔らかめのソフトパッド、あと加色としましてはウィンドウスイッチ周り、ピアノブラック調の加色が入ってまして、この辺もシルバーのパーツがおごってあります。ここはハードプラになってますけども、あと個人的にちょっと気になったのはこの照明ですね。それぞれのスイッチ照明が運転席にしか入ってないっていう、これはね車格考えても金額考えてもちゃんと全席につけてほしかったかなとは思います。ただそれ以外は機能としては特に不満はありません。ちなみにこういうちょっとした加色ですね、これも上級グレードの ETHS の特徴になってます。あとそれで言うと10スピーカープラスリアのサブウーファー含めたハーマンカートンのサウンドシステム、これが備わってます。これもですね実際に最上級グレードの装備になってますけども、音質結構いいのでぜひこの辺りはデモカーで聞いてほしいなと思います。でシート見ていきます。こちらも最上級専用装備、タンカラーの本革シートになります。まあ、そもそも素材も違ってます。さらには色味も違ってまして、最近流行りのタンカラーです。ブラウン系、これは結構ですね深みのある茶色になってましておしゃれです。そしてスバルらしいこのブルーのステッチも入ってます。いいですね、なんかスバル風味がちゃんとしてるっていうのが個人的にはいいなと思うところです。であとはパワーシートがちゃんと入ってますけども、運転席備わってます。で足元はオルガンペダルになってます。というわけでパワーをオンにしていきましょう。スイッチはここについてます。でその時のシートの動きにご注目です。いきます。はい、そしてパワーをオフにするとシートが自動的に下がってくれます。こういった装備ついてるのいい車感ありますね。運転席のオートスライドアウェイ機能がちゃんとついてまして、乗降しやすい位置に下がる、そして乗り込んでパワーをオンにすると元のポジションに戻るっていう、まあ、そういったギミックが入ってまして、いやーこの辺りは装備が充実しています。ステアリング周りを見ていきましょう。こちらはですね今回の改良ポイントです。オーバルステアリングに変わりました。実際にこのトップの部分がフラットになりました。ここもそうですけども、深淵からこういったオーバル形状になりまして、これ何がいいかというと、目の前にはこのトップマウントメーターと呼ばれている7インチの液晶が入ってます。プリウスとか BC4X もそうなんですけども、深淵だと、まあ、この辺りに若干被るんですよね。なので実際にユーザーからうーんっていう声があったと思うんですけども、それを改善するべく今回ソルテラはこのオーバルタイプになりまして、干渉しなくなりまして、よりだからメーターがしっかり見えるような、そういう設計に変わったわけです。
この辺の進化はね、非常に嬉しいポイントかなと思いますし、実際に BG フォエックスは、まあ、従来通りというか今までのタイプを採用してますので、ここはソルテラのポイントになってます。回す時とかもここに引っかかりますから、いやこれはね、個人的にオーバル型結構好きです。さあその先には、先ほどもご紹介した7インチのフル液晶メーターが備わってます。まあこれはプリウス、BG4X などと基本は同じなんですが、ただ昨年の5月にソフトウェアアップデートが入りました。そのタイミングで急速充電の回数を増やして、さらにはパーセンテージの表示が追加されたっていうのも、これ昨年5月の改良で実際に実施された内容です。まあソフトウェアアップデートですから、現に所有されていた方に対してもそこは改善されると、まあそういったアップデートサービスが入ったわけです。ただまあ基本はデザイン変わってなくて、さっきも言ったようにこのフラット型で、よりだから前方の視認性が良くなったっていう、まあそういったこのステアリングとメーターの配置関係になってます。で横にはこれ 12.3 インチのワイドディスプレイが入ってまして、まあ、これは実際スバルというかトヨタ系のシステムになってます。なのでトヨタ車触れてる方は、あーなんか見たことあるねっていう感じだと思います。実際に今ナビ画面ですけども、こんな感じでタッチパネルでピンチインピンチアウトなどもできますし、もちろんフリック操作にも対応しています。あと音声認識システムも入ってますので、これコネクテッドサービスがありますから、実際に声で目的地を設定とかができます。この車の場合は Hey スバル呼びかけるとですね、実際にこうやって起動するわけですけども、ここで目的地の設定ができますので、これは非常に便利です。さあそして車のマークを押すとですね、車両関係の情報に飛びます。今回はメーカーオプションのソーラー発電、まあ、いわゆるソーラーパネルがついてまして、これマックスですね、年間で1650キロ程度充電できるという形になってます。まあ、何より嬉しいのは、実際に外部機器をつながなくても日光だけで発電しますので、まあ、最悪有事の際にはそれで車を走らせることができるっていうね、そういった際には助かると思います。ただお値段が結構高いです。55万円くらいするので決して安くないですし、まあそこはお財布と相談かなと思います。ちなみにソーラー充電つけると屋根はこんな感じです。これパノラマルーフの設定もあるので、そこと悩む方も結構多いんじゃないかなと思います。まあ、この辺は特に何っていうこともないんですけども、まあ、車両カスタマイズがこの辺で変更できますとか、アンビエントライト自体のなんかカラーバリエーションはないんですけども、ただこれですね、 E グレード ETHS に関しては部分的に照明が入ります。例えばインナードアハンドル、さらにはフットランプとか、こういろんな場所に白色のランプが仕込まれてまして、それは最上級の特徴です。あとパノラミックビューモニターですね、これも起動してみましょう。はい、実際にこんな感じで、これもトヨタ系のシステムですね。ぐるっと周囲の映像を確認する。あと D レンジに入れるとこんな感じ、通常の画面モードに変わります。でリバースだったらこんな感じ。画質はねかなりいいんです。あと夜間もですね、めちゃくちゃくっきりと、例えばこういう白線とかも見えますし、そのあたりはね嬉しいポイントです。で予測進路線がこんな感じで出ます。あと面白いのはですね、これだったかな、これでステアリングを切るとですね、こんな感じ、俯瞰映像として見れるんです。実際に駐車場だからこのまま動いてみましょう。ほらこんな感じ でこれ何が起こってるかというと、床がシースルーで見えてるんです。こういう部分もですね、いわゆるトヨタ系の最新のものを使ってますので、しっかりとそれがスバルのソルテラにも入ってまして、より高機能で安全性も高まってるかなと思います。あともう一つ、ちなみにというか、これパーキングボタンがついてますよね。これアドバンストパークと呼ばれる自動駐車機能です。アクセル、ブレーキ、シフト、さらにはステアリング操作全てを自動的に行ってくれる。なのでドライバーは危ないと思った際にブレーキを踏む、まあ、あとは周辺監視をするっていう、まあ、それだけで駐車をやってくれるわけです。しかも
これですね、 ETHS に関してはリモート機能がついてますので、外からスマホの操作でリモートで車を入れたり出したりすることが可能なわけです。その辺も最新のトヨタ車と同じですね。さあ、そしてここにはいろいろスイッチが並んでますけども、実際にナノ EX、 これは ETHS の専用装備になってます。標準装備になってます。あとはデュアルのフルオートになってまして、このウィンドウのワイパーですね、この辺りの熱線も入っていたりします。さらに嬉しいのはシートヒーター、そしてステアリングヒーター、さらに HS に関してはベンチレーション機能も備わってきます。嬉しいですね。これ実際にゴーッと今音がし始めましたけども、これで熱を吸い込んでくれるわけです。しかもですよ、オートエアコンと同じようにステアリングヒーターとかシートヒーターも全部こう自動的に調整してくれますので、こういったものもですね、最新のデバイスになってまして、使い勝手そして快適性もかなりいいです。でここにはシフトが入ってますけども、これも最初どうなのかなと思ってましたけども、しばらく乗ってるといいですね。使いやすい、押して D とか直感的にこう使えるかなと思いますし、で P はここで入れるという感じです。あとは電動パーキングブレーキ、そしてブレーキホルドで、これ S ペダル、ワンペダルのモードです。でこっちにはさっきご紹介したもの、あとはドライブモードセレクト、これがノーマル、そしてパワー、エコと3つ展開されています。で VDC のオンオフ、あと X モードがあるんです。今入るかな、あ入りました。スノーダートとディープスノーマット、このモードがついてまして、空転してるタイヤをこうブレーキでつまんでトラクションをかけてダッシュするとか走破するっていう、まあそういったギミックです。スバルではおなじみです。さらにヒルディセントコントロール、下り坂で一定の速度で走ってくれる、そういった機能もあり、さらにさらに X モード入れてる際にグリップコントロールと呼ばれる、逆に上り坂で一定の速度で走ってくれる、なので上りも下りも基本的にドライバーはゆっくりの状況であればステアリング操作に集中できる、そういったギミックが仕込んであります。さあいろいろ喋ってますけども、あとここです。これがワイヤレスの充電器、これはねいいですよ。今撮影してる iPhone、 ここポッと置くと結構な確率でちゃんと認識してくれますので、個人的にはこれはいいかなと思ってます。でアームレストはこんな感じ、ここもタンカラーになってまして、スライドもねちゃんとこのようにしますので、こんな感じグッと前に伸びる、結構ちゃんと前に来ます。で開けるとこんな感じで、まあ、広さは手のひらがだいたい1枚程度の空間で、高さは拳が1個ちょっと入るかなっていう感じです。まあまあまずまずの空間ではあります。ただグローブボックスはないんですよね、この辺は特に備わってなくて、その代わりというかこの下のここが結構広いです。今取説が置いてまして、長期で借りてますので、あのティッシュを勝手に置いちゃってますけども、実際にここもね大きい収納空間になってますので、非常にここは使いやすいかと思います。ちょっと見にくいんですけども、 USB のタイプ C が2口、そしてあとはアクセサリーソケットですね、シガーソケットが1口ついてます。そしてこちらはスマートリアビューミラーです。デジタルで画質は結構いいです。夜間も割と見えます。で鏡面タイプにも調整ができます。あと SOS コールで、若干暗めのこの LED のルームランプがあり、でバイザーはこんな感じ、まあ、この辺もちゃんとチケットホルダー、ミラー、照明が仕込んでありまして、ここもちゃんと LED になってます。お次は後席を見ていきます。でまずドア開ける前に、後席のドアハンドルもちゃんとスマートエントリー機能がついてます。全ドアこのロック、そしてアンロックができる形になってまして、これついてるのは結構嬉しいです。でドア開けるとこんな感じ、あこれ意外と開きません、マックスでここです。あーこれはもうちょっと開いてほしいかなと思いますけども、うん、なんか意外と開きませんね。でドアトリムの質感とかデザイン、これはフロントと大きく変わってません。この辺もちょっと固めのソフトパッドで柔らかい素材で、あとはシルバーのガーニッシュとか
ピアノブラック調のパネルが入ってまして、ここは一緒ですね。ドリンクも1リッターのペットボトルが収まるサイズになってます。でシートも後ろ見ていくと同じくタンカラーの本革シートで、ここもパーホレッテッド処理がされてます。通気性が結構いいタイプのシートです。であとはリクライニングもできます。2段階調整なのでちょっと細かく、アジャストするっていうことは難しいんですけども、まあ、でもないよりはあった方がいいかなと思います。あとはアームレストがついてまして、ちゃんとストラップ付きで開けるとこんな感じです。これカップホルダーの周り加色があるのと、ここにスマホトレイがあるのは個人的にいいなと思いました。じゃあ乗り込んでいきましょう。間口はそんなにないとは言いましたけども、でもここ自体の幅がありますので、そこまでこう窮屈な印象はなくスッと乗り込めます。でヒップポイントも結構低めです。というわけで乗り込んできました。まず広さ周り確認していきます。足元ですね、こちら運転席は身長175センチの私の体格に調整して、拳がですね1、2、3、もうちょっと入ります、 3.5 個分くらい取れます。ということは足もこのように組めます。これは広いですね。かなり余裕ある空間です。いやこれね、サイズ的にもそうですし、かなり余裕ありますよ。なんかこれはホイールベースをかなり取ってるおかげかなと思います。実際にタンデムディスタンス、これがですねなんと1メーターあります。相当広いですからね。いやーすごい。しかも通常の四駆と違って、これ電動四駆なので、ここプロペラシャフト通ってません。なのでここの凹凸もほとんどなくて、もうアームレスト上げちゃえば大人3人が座れますね。幅もありますし、これはかなりいいです。であと気になる機能性です。ここ若干フックがついてまして、あとはここにエアアウトレットがついてます。加速がないのはちょっと寂しいですけども、まあ、それはいいとして、タイプ C の USB が2口、あとは鉱石のシートヒーター、これも3段階調節、しかも標準装備になってます。嬉しいですね。あと照明ですね、これは後ろもちゃんと LED になってます。ではラスト、ラゲッジスペース見ていきましょう。これキックセンサーがしっかり備わってますので、バンパー下に足を出し入れするとこれでテールゲートが開閉します。結構スムース、おーしかも結構開くね。上までガバッと開く、こういった方式になってます。いやあと気になるのは予約ロックがねあるんですけども、さあこれはすぐ閉まっちゃうのか。お閉まんない。ということは離れたら閉まるタイプ、あこれは嬉しいね。実際に今パッと離れてしまいましたけども、ボタンを押してから荷物を取る猶予がありますので、ね、なので押して荷物持って離れて、そのままシームレスに、まあ、自宅帰るなり違う場所行けるっていうね、こういう方式の方が明らかに使いやすいです。ちゃんとソルテラはそのタイプになってました。ちなみにスバルといえばレヴォーグとかもそうですけども、このスバルのエンブレムですよね、ここに手をかざして開くみたいなものもありますけども、それはソルテラは対応していません。はい、というわけで実際に通常時の荷室容量です。これは VDA 方式で441リッターを確保してます。まあ、このセグメントにしては意外と狭いんですけども、まあ、それはリアにモーターが積んでたりとかいろんな要因があるかと思います。いやでもこの STI のラバーマットがかっこいいです。なんか縁は欲しいんですけどね、ちょっとそれはスノーボード行って思いましたけども、デザインめちゃくちゃいいです。で機能性としましては、照明は右サイドに1つついてます。これ LED になってます。あとは AC100V 1500W のコンセント、これ標準装備になってます。これもね結構重宝します。それこそ充電してる際にマイルームモードっていうものを起動できるんですけども、そうすると充電中でも例えば照明使えたりとか、あとはナビゲーション、さらにはこういった電化製品をつなぐようなコンセント、これも使えますので、その際に私はもうここにパソコンつないでいろいろ作業やってましたけども、重宝しましたね。で床下、これがね意外と広いんです。サブトランクボックスって言ってますけども、
ほら、いろいろこう物が入ってまして、これ多分充電ケーブルだと思います。こんな感じで結構広いでしょ。なので普段使わなくてただ常備しておきたいものみたいな、そういうものはここにもうずっと入れといてもいいかなと思います。まあ、さらにはですね、ボード自体をこうやって1段下げることができまして、これもアジャスタブルボードになってますので、ちょっと高さを稼ぎたい時なんかはこのモードが役に立つかなと思います。さあ、というわけでシートを倒していきましょう。これね、 SUV だからこの辺に本当はワンタッチのレバーが欲しいんですが、ついてないですね。トヨタはねついてないんですけども、スバルレヴォーグは確かねついてたと思います。フォレスターもあった気はするんですけども、残念ながらソルテラちゃんはついておりません。でこれね結構長さあるんです。実際フォレスターよりも西津町は長いです。なのでこれね、足当てずにシート倒そうと思うと結構大変です。なんとかいけますけども、ズボン汚れないようにって思って配慮しながらやると結構ね手伸ばす必要がありますので、これはワンタッチレバー欲しいところです。実際にシートを全て倒すとこんな感じになります。これは奥行き結構ありますよ。ちょっと後で横になっていますけども、まず目で見た時の西津町は結構あります。あと嬉しいのはここの段差がそんなにないことですね。シート自体は若干上がってますけども、でもあんまり気にならない、そこにこう目立ったガタンっていう段差がないっていうのは、これはね車中泊にもある意味適してるかなと思います。ちょっと横なってみましょうか。あ、余裕ですね。今私の頭で言うとちょうどこの辺りまで来てますけども、でもまっすぐ寝れます。だから私の体格で言うと2人が全然寝れます。しかもこれ見てもらったら分かりますけども、幅も結構ありますので、これはね車中泊全然行けちゃいますね。そういう使い方もできます。あと今思いましたけども、ここをこうベンチ代わりにしてなんかこう景色見ながらね、ここでちょっと休憩するっていうのもおしゃれな楽しみ方かなと思いますけども、いやぜひ湖岸に来られた際はそういう楽しみ方もしてほしいなと思います。はい、ということで今回は商品改良されましたスバルソルテラ、こちらの内外装を見てきました。いやなかなか商品性高くて、しかも後席周りが結構広いのがね驚きだったと思います。ということでこのソルテラ、いろいろ改良されてる部分ありますけども、走りにも及んでいますので、ぜひ皆さん試乗編もご覧ください。というわけでスバルソルテラ内外装編は以上となります。気になった方はぜひお近くのディーラーで見積もり試乗などされていてはいかがでしょうか。はい、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。気になるあの車は果たして買いなのか。それでは次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた。